ファード1周年記念、子供たちはどう思っているか、衝撃感想。あ、これ、ポンって鼻が上がってんねん。どう？車前フリードやったやろ。めっちゃ広い。めっちゃ広いって。んで？フリードめっちゃ狭かったです。フリードめっちゃ狭かった。フリード別に狭ないやろ、そんなに。贅沢やん。狭かったです。パパは？パパ？パパは、運転しやすいと思います。うん、え、これパパバージョン、パパバージョン、パパバージョンでしょうか、うん、パパは念願のアルファードやからもう大満足。あのシートがいい。ああ、前のあのフリードは、うん、あの腰がすごく痛かった。ああ、いつもなんかひいとったもんな。しっくりくる、シートがしっくりくるし、視界が高いので、うん、あのとても運転しやすいと思います、うんうんうん、もう念願やから。パパもう1年前からあんまり気持ちが変わってないんじゃないの。もうずっと一定して、うん、そうだね、愛してるよね、アルファード、うん、まあ、まあだから変わらないね。洗車もめっちゃ定期的にしてるし、ちょっと梅雨時だったから最近できてなかったけど、月に2回ぐらい、うん、フリードの時ほんまにやっぱなかなか洗えへんかったけどこの車になってから、あのご近所さんに、パパいつも車洗ってんだって言われるよね。まあそう考えたらこれ1年間乗ってるけどほぼ傷ないよ、うんうん、でこの前、あの、そうそう、あのコメントでさ、うん、アルファードを買うか、うん、デリカっていう、まあ、あの車があるんだけど、それを買うか迷ってます、うん、でアルファード買ったら、うん、買って傷がついたら、うん、ショックを受けると思うので迷ってますってコメントがあったんやけど、でも傷ついたら死ぬほどあのショックな車を買った方が大事に乗られるんじゃないんですかって、あのコメントを返したら、名言ですねってあのコメントを返していただきました。あ、車庫の狭さ変わってへんから絶対フリードよりこっちの方が、うん、自転車出しにくくなってんねんけど、うん、めっちゃ気ぃつけて自転車出して、だからフリードは知らず知らずちょっとファってなるから、横自転車出す時もなんか横にシャシャってなってたやん、うん、いや俺いつもあの自転車当たらへんかなとか思ってドキドキしてるんです、うん、だから めっちゃ当たらんように気ぃつけてるし、うん、なんならうちの家だけだし、ご近所さんもなんかアルファードになってから子供がなんかボールとかぶつけへんか気ぃ使うわとか言うてめっちゃ自転車してるから、そうそう、パパがそっちそっち行ったかってとか言ってあんなにおっさん洗車してるからここは気になるなっていうのはやっぱりありますね。あ、そう、あれよ、なになに、え、燃費あー、そうか、ま、燃費はもうまあ覚悟はしてたけど、せやな、これ見える今、見えない、リッター 7.7、 ドドン、 7.7 キロ。リッター、これと70か75いっぱいいるね。で1回入れたら今ガソリン代高くなってるやん、めっちゃ。あ、そうなん、リッター今150円台後半ぐらいない、だからもうね1万円近くいって、あの1回入れる、まあ、そうそう、今1年間で、走行距離、うん、何キロでしょう、300、え、1年間1年間で、分からん、全然分からん、6073キロです、今。え、それって少ない？大体ね、1年1万キロがあの標準です。まあ街乗りメインだからね、やっぱり燃費悪くなるよね。これ高速だったら10キロぐらい行くんだけど、うん、まあ、街乗りだけなので、なんか遠出がしてへんからさ、何せ、うん、あともう一個、いや別にあの不満じゃないんだけど、これ使ってないなっていう機能、
最初はめっちゃテンション上がってたけど。わかった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 。何？自動で車庫入れない。そう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 。インテリジェントパーキングアシスト。あれ最初めっちゃ感動したのにな。もうこれすごい、もう未来がやってきたって。もうあれがこれあったらもうどこでも止めるやんと思ったのにな。そうそうそう、もうやっぱ駐車がネックだったから、うん、もうこれがあったらもう完璧やんって思って、うん、私もそれ一生思ったことあるわ。そうそう、あの最初、うん、一番最初のあの喜びは、うん、楽。ほら、え、パパがアクセルしてるの。うん、これあの、いやアクセルか、マーク入れてるだけ。マジ、うん、ブレーキをちょっと、そう。いや、だからさ、これ上から見えるから。ほら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 、上から見えたらさ、そのなんか巻き込むとかもないやん。ほら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 、めっちゃいい。ほらほら、いや楽。何これ、ちょっと後でもやってみたら。後ろです。これちょうど中央行ってる。行ってる。でもあれはなんで これのあれでついてんの？メーカーオプションナビの機能でついてます。はあ。だから納車日初日でめっちゃテンション上がってやったやん。うん、でまあまあ1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、うん、まあそれ使ってやってたけど、うん、やっぱ大きさに慣れると、うん、そうやな。もう自分でやる方が早いよ。もう言うてたやん、そこの人も。もう最初だけですよって言ってたもんな。いや俺あれ聞いてた時に、うん、いやとは言ってもこんなでかいからね、こんな便利な機能があったらずっと使うやろと思ったけど、うんうん、まあ使わないね、うん、もう存在忘れてんな。でもやり方も忘れてるじゃん。まあそういう意味では慣れて、こっちの方がいいもんな、うん、慣れた方が駐車できてるようになってます。だからインテリジェントパーキングアシストは、ほぼ慣れれば使いません、うん。なんか最初それ目当てみたいなとこもあったけど、ね、あったな、うん、メーカーオプションナビのあったな、うん、いや何せやっぱちょっと夫婦で大きさにやっぱそれなりにビビってたよ。ビビってたね。自信なかったからね。まあ、まあ、意外とそうそう、大きさに心配されてる方、うん、なれます。ほんま私パパは前も言ったけど、最近それにちょっとしたな、その辺の駐車場やったら、うん、自分の家の駐車場は結構それ見んねんけどさ、うん、止めやすい駐車場とかあるやん、言ったらほんま目視だけで止めてるからさ。あ、まあそうだね。もう普段の普通の止め方 で、一番最後にバック後ろ見るだけで、それで、うんうん、まあそれぐらいかな。まあこのベンチレーションかな。ベンチレーション相変わらずやっぱさ、あんまり来ない。これ今もこれわかる、うん、シートベンチレーション意識ないっていうか、前座ってんもんね。暑くなってきたから、うん、これ今日もつけてんだけど、今も、うん、あんまりね、涼しくない。あ、そう、うん、これ正直感想。へー、うん、もっと炎天下でアチアチやったら効いてんじゃん。そうだね、アチアチって、もうこれシートが座るのも暑かっていう時にこれをやったら効きは感じるかもしれないけど、うん、ちょっと暑い。風出てる？出てる。これ出てんのかな、吸ってんのかな、ちょっとどっちなんだろう。出るのか吸うのか、ちょっと両方パターンがあるらしいけど、どっちかよくわかんないけど、冬はね、このあったかくなるやつは結構効きよかった、うん、ああそう、冬は、うん、へえ、それの存在忘れてるわ。うん、あんのよ。うん、だから今日もちょっと暑かったから、うん、もう回したんだけど、もう最強にしてんだけど、うん、あんまりかなっていう、うん、ところが正直な感想です。はい、まあパパが それを思っててんな。まあそうだね、まあ、あんまりまあそうやなっていう感じぐらいな、うんうん、変わり映えはないやな、うん、1年後乗ったってもう高い位置で安定して満足してます。ずっと、うん、安定してな。そう安定して、はい、はい、満足してます。うん、はい、なんかパパの正直感想やけど、ママの正直感想もう喋らずにはいられない。え、ママなんか言った今。言ってなかった。喋った？だってコウセもママも勝手なお口が動いたんやもんな。勝手なお口よう喋るよね。一人で喋ってんなって言われるもんな。じゃあ久しぶりにパーキングアシストを使いますか、うん、やってみる。え、このまま回せていい？いいよいいよ。マルゲンラーメン、ようママの大好きなマルゲンラーメン、ママ好きやもんな。
ママが好きすぎて家族が飽きて誰も行ってくれへんけど久々に来た。ピピピピッと言ってない。前です。大丈夫前の右前です。そう、おお。やっぱこれがね見える、上から見えるのですごく便利で、じゃあ久しぶりにパーキングアシスト使ってみたいと思います。はい、 どうやって見たらいいのこれ、ね、これ どうしたらいいの。あ、ほら出ないでしょ、ほらほんまやな、これ出てたはずなんだけどさ、ちょっと待ってよ、ほらここ出ないでしょ、なんか最近ね出ない、ほんまや、あれと思ってさ、何も意識してへんだけど、もうちょっと白線はっきりしたところどこ？バック駐車モードです。でこれ OK、へー、ほらゆっくり交代してください。えらい結構難しそうなとこ、へー、これ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 、まあうわー、じゃでもなんか逆にこれ怖いわ私、勝手に駐車されるやつ、懐かしいな、懐かしいね、最初の関東がすげえなーって言ってたらみんな喜んでうおーっつってでもこれちょっとほら斜めになってんのよこれ、後ろです、あすでにちょっとわかるこれ、あーほんまやほんまや斜めや、ちょっとだからもう中止しますもうこの機能ね、これはちょっといまいちですかね。なこれ自分でさ、後ろです、ハンドル触った時点で終わるん、ハンドル触った時点で上がるわけ、ね、ああそうだね、確かあの中止しますって、あ、うん、そういうことやね、うん、そうそうそう、はい、ちょっとそこがね、はい、ですけど、はい、トータル、はい、高いレベルで満足します、はーい、はい、それではまた来週お疲れ様です、さよなら。というわけで今回アルファード納車1年間パパの正直感想というテーマでお伝えしました。いかがだったでしょうか。待望のアルファードだったので1年間の満足度は 120% です。いつもウキウキしながら乗っています。シートベンチレーションやインテリジェントパーキングアシストなど細かいところで気になる点はありますが、これらの機能が次回 40K アルファードでどのような進化を遂げるか楽しみにしたいと思っています。アルパパチャンネルではこれからもどんどんアルファードに乗っていき、皆様のお役に立てる情報をアップしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。動画閉じる前にいいねボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。